こんにちは。今日はこちらの段ボールシートを使って少し大きめの箱を作ります。ポストに入るサイズなんですけど、前回はかなり小さめの箱を作ったと思うんですけど、今日はちょっと大きめのサイズを作ってみようと思います。1つ作るのに2枚段ボールシートを使います。じゃあまず底から作っていきます。底の高さを 2.6 センチにします。ポスト投函できる高さがいいので一応 2.6 にしました。仕上がりはだいたい 2.8 センチくらいになります。4辺すべてに折り線をつけていきます。折り線がついたら角の四角をすべて切り落とします。角の高さがだいたい合っているかを確認します。大丈夫そうなので四隅を貼り付けます。まず両面テープを使って仮止めします。今回は 2.5 センチの太めの両面テープを使いました。細い両面テープを使っても大丈夫です。4箇所留め終わったので今度ここを補強します。今回は折り紙を使おうと思います。別にこれはコピー用紙とか何でも大丈夫です。水張りテープをお持ちの方は水張りテープが多分一番強度が出ると思います。でこの箱の高さがだいたい 2.6 なので少し短く 2.5 で 2.5 センチで切ります。こんな感じで貼り付けます。まあ短くてもいいんですけど、だいたい半分くらいで切ろうかと思います。同じものをあと2枚全部で4枚用意します。切った折り紙をボンドで貼り付けます。まず先に両面テープを剥がしておいてください。今日は薄めたボンドを使います。普通のこういうボンドで大丈夫です。ただ速乾の場合は貼り直しとかできないので、その場合は気をつけてください。
はい、こんな感じで貼っていきます。これがね、乾くと結構しっかりしてくれるので丈夫になります。じゃあ他の3辺もやっていきます。ここを、セロハンテープとかにすると折り紙とか普通の紙が貼り付かなくなってしまうので、もしテープなどを使いたい場合はもうガムテープで思いっきりがっちりと留める方が早いかなと思います。今回はちょっとね、可愛く仕上げたいので折り紙を貼っていきます。はい、4辺すべて貼り終わりました。これでもう底は完成です。じゃあ今度蓋を作っていきます。じゃあもう1枚のシートを用意します。で、底が 2.6 なので、だいたい真ん中よりちょっと深いくらい、 1.5 の深さの蓋にしたいと思います。じゃあ端から 1.5cm のとこに折り線をつけます。続いて底より少し広く取りたいので、底に合わせて長さを測っていきます。もちろん底の長さを直接測ってもいいんですけど、どっちでも大丈夫です。蓋なので少し緩めの方がいいので、底より少しだけ緩く今押さえてます。押さえたところからさらに2ミリほど広く取っておきます。蓋は段ボールが二重になる部分をちょっと作りたいので、その分の厚さ2ミリほど取っておきます。じゃあここに折り線をつけます。まあ底より大きければまあどうにかなるかなという感じで作っていただいて大丈夫です。じゃあ折り線をつけたらサイズが合ってるか確認します。ほんの少し緩いくらい、隙間が出るくらいになりました。これで大丈夫です。じゃあ今つけた折り線から、深さ分 1.5cm を取ります。この直角定規はダイソーで買いました。この目盛り部分がちょうど 1.5 なので、これに合わせて切ります。縦も同じ作業をしていきます。まず 1.5cm で折り線をつけます。底を用意して、底の幅分広げて折り線をつけていきます。今回はさっきみたいに余分に取らなくても大丈夫です。まあ底より1、2ミリ広いくらいで OK です。折り線から 1.5cm のところを切り取ります。この形ができたら、今度は縦の長さの端の部分だけを切り目を入れます。四角を切り取らずにここだけに切り目を入れます。万が一切り取ってしまった場合は、そこと同じような形で作っていただいて大丈夫なんですけど、こういう感じでちょっと丈夫にしたいので残します。
でもしねここ切り取ってしまった時はこんな感じでね最初のように作っていただいて大丈夫です。ただ少し強度は落ちるかもしれないです。じゃあここを貼り付けていきます。両面テープでもいいんですけど今回ボンドを使いたいと思います。動画では薄めたボンドを使ってるんですけどできたらもう薄めずにそのままのボンドの方が丈夫かなと思います。であと速乾ボンドを使うとすぐにくっつくのでちょっとねこの作業は普通のボンドを使ってやっていただいたら楽かなと思います。でこんな感じでねちょっと洗濯バサミで挟んでおくといいです。四隅すべて留めておきます。角の高さが合わないときはこんな感じで少し切り取っていただくと合わせやすくなります。ボンドが乾くまで少し待ちます。待つのが嫌な方は両面テープで仮止めしてさっきのように作業しても大丈夫です。じゃあこれが底と合うか確認します。はい、ぴったりと収まりました。じゃあまた箱をね補強していきます。はみ出した部分はこうやって切り取ると仕上がりが綺麗になります。じゃあまた折り紙を用意してさっきと同じように角を補強していきます。蓋の深さが 1.5 なのでだいたい 1.4 センチくらいで折り紙を切ります。こんな感じで幅も大丈夫そうですね。でも蓋はちょっと短くしようかなと思うので4分の1に切ります。なので1枚の折り紙がだいたい 3.5 くらいになるかなと思います。じゃあこんな感じでまた底と同じように貼り付けていきます。はい、できました。こんな感じで綺麗に貼れました。で、ここが二重になってるので結構ねしっかりした作りになります。で、底がこれちょっと不安だなっていう方は蓋と同じような作り方をすればすごく強度も出るので二重にして作ってみてください。はい、こんな感じでぴったりと収まります。もしここの角が外れそうで心配だなって思う方はこんな感じで折り紙を貼り付けると外れる心配もなくなるので貼り方を変えてみてください。今回新品の段ボール使ってますけどもちろんあの古い段ボール Amazon の段ボールとかでも作ることができます。フリマサイトとかでちょっと薄型のしっかりした段ボール欲しいなっていう方はぜひねこのやり方やってみてください。折り紙を使わなくても普通にガムテープで留めるだけでもできます。こんな感じで簡単に箱作りってできるのでぜひ皆さん作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。